このイヤホンヘッドホンかっこいいな。そう思ったら音が悪い。あ、いい音なんだけど、ちょっとデザインが。沼って知ってます？まあ、なんか水たまりみたいなもの、なんか入ったらなんか沈むみたいな、底なし沼みたいな。まあ、実際物は見たことないけど、例え話としては使われるんですよね。あの人沼にはまったとか、あと機材とかを揃えて沼にはまるみたいなね。まあ、カメラだとレンズ沼ってありますね。レンズの沼にはまっちゃう。すごい例えですよね。カメラ買うといろいろレンズがつくじゃないですか。それあれも欲しい、これも欲しいってどんどん沼にはまってく。その場合、もちろんお金も沼に入ってきますよ。お金も沼に入ってきますけど、それ以上にあるものも入ってくるんですよね。あるものも入ってっちゃうんですよね。まあ、こっちから言うと出てっちゃう。それは自分の時間なんですよね。自分の能力なんですよね。何でもできる、これもあれもできる。ハードウェア的にこれもできる、あれもできるとなっちゃうと、何でもやっちゃうんですよね。まあ、カメラの撮影で言うと、自分が本職だったら、ワイドの写真撮れますよ。クローズアップした宝石とかの写真撮れますよ。ウェディング、ブライダルもできますよ。止まってる車の撮影もできるし、走ってる車の撮影もできる。すごく万能な感じがしますけど、このカメラマンなんだろうって感じにもなりますよね。だってカメラマン、鉄道カメラマン、レーシングカメラマン、ラリーのカメラマン、セーブストル、モデル専門、いっぱい分かれてるじゃないですか。その人たち、多分モデル専門の人は、クローズアップするレンズとか持ってないと思うんですよ。まあ、ちょっとは持ってるかもしれないけど、あとレース専門の人、広角のレンズとか、あまり持ってないと思いますよ。そしてこのレース専門の人が他の写真を撮るか。まあ、レースの付随イベントで、まあ、レースクイーンとか撮るかもしれないけど、積極的にモデルの撮影はしないと思いますね。ただ沼にはまっちゃった人、何でもできると思っちゃって何でもやっちゃう。そうすると結局全て中途半端だなとか、本業だと思ってたことがそれに取られちゃう、あるわけなんですよね。だから沼、機材沼、まあ、レンズに限らずどんどん機材を増やしていくと、この自分の集中力もなくなってきます。だから気をつけてくださいって、なんか汚い言葉ですね。だから気をつけてください。イヤホンとかヘッドホン、デザイン性と音、まあ、廃反と言ったらおかしいですけど、まあ、どっちも満たしてることってないんですよね。あ、これすごいデザイン上がるわと思っても、音下がるなとか、あ、音すごくいいと思っても、なんか残念だな。あるんですよね。まあ、大体音と外観、釣り合ってないですね。まあ、唯一釣り合ってるとしたら、上品な音のものは上品なデザイン。いわゆるオーディオファイルが好むようなデザイン。そのぐらいですね。今回提供いただきました、このオーディオ MX の MX10。かっこいいパッケージですね。これの特徴、なんか懐かしいですよね。このイヤーパッドの部分が、イヤーパッドに穴が開いてる。なんか、レトロ。デザインはレトロ。ただ完全に古いという感じじゃなくて、今風なデザインですね。それこれ、ケーブルとか見えないですね。これもいいじゃないですか。調整するところにこうケーブル見えてると、なんか見た目も悪いし、なんか引っかかるかなっていう、そういうところもある。あとこれ折りたたみ。こうですね。こうです。だからビジネスバッグ向けです。ビジネスバッグって、あんまし膨らむもの入れたくないんですよね。これだったら入りますよね。バックパッカーの人はちょっと向かないな。まあ、こう入れることもできるけど、ここ傷ついたりしますからね。バックパック入れる場合はちょっとここガードしてください。こんな感じでいいかな。束ねておくのが。まあ、入れずに、こうしとくとかね。まあ、これもいいじゃないですか。休んでるとき。落とすこともないし。ちょっと首前にすると痛いかな。これ、掛け心地。まあ、ソフトといえばソフトですね。ただ、耳たぶの上に乗りますので、長時間リスニング。人によっては耐えられないかもしれないですね。というより音質。低音来ますね。低音来るんだけど、本格音質ですね。クラシックとかも聞けます。あと、ドラム。立ち上がりもシャープだし、重たいです。
だから、ビートが好きな人、おすすめですね。クラシックロック、ベースの迫力とドラム、がっつりきますね。80年代のドロドロ感、それがきますよ。で、音が調整されたポピュラー音楽、もちろん大丈夫ですね。だから、オールジャンル向きだけど、ちょっと低音持ち上げられてますので、元気のいい音を求めてる。そういう人のおすすめですね。まあ、デザインもいいから、外に持ち出して使うのも苦にならないですね。あ、接続は Bluetooth ですね。もちろんケーブルでも接続できます。ちょっと落ち着いた中に、何か冒険してる。新しさの中に少しレトロがある。というかまあ、レトロ。レトロって、まあ、新しくてなんか古いなっていう、そういうところですからね。完全に復刻版だったら、レトロって言わずに復刻版って言うし、まあ、古いものだったらレトロと言わない。だからまあ、レトロという言葉自体が、まあ、現代的な古さ。古さをスパイス的に取り入れた。そんな言い訳がありますからね。まあ、出先で、かっこよく音を聞きたい。低音もちょっと求めてる。そういう人のおすすめですね。あ、じゃあかけたところ、横、見せます。こんな感じですね。